ではまあ開けます。でんと。ですか。はい。まあこんな完成図これですよ。うん。こんな感じですね。これね、まあこうイラストはこれですけれども、まあなんていうかな、この表紙の絵もすごいんですよね。よく描いてると光って見えにくいですけれども、はい、非常にバッチリと再現性すごいと思う。これはね、絵の通りに出来上がるこの当時のですねキットとしてはもうすごい出来のいいキットだと思います。他のね、何だったっけ、デストロイヤー系のやつはひどいのあるけどね、これはちょっとその関節の入れ方とか、まあ当然ちょっと不安定ですけどね、関節の入れ方はここにロールが 1,2,3,3 つぐらいここにロールがあるんだっけな、ロールは1個で軸が 何歩かかなりあるんですよね。まあまあすごいなと当時も思ってたんですけど、はい、懐かしさで思わず箱が積まれてたのを見て買いました。当時は当時で味があったんですよね。袋カーッ言い忘れてました。はい、透明パーツですね。これは赤の目ん玉のところですね。ワンマンセントポット、セント塔がね、一斗缶の塔ですね。ポットリガード。なるほどな。46、46、78。それでは行きましょう。スーパーギャラクシー全切りカーッ。久しぶり久しぶり、生カッツでしたが皆さん今ねちょっとわからないぐらいなタイミングでやっちゃいましたね。の一ランナー終わり。はい、ランナー入れておきましょう。あ、ブレードワンだ、うん、ブレードワンですね。はい、そうです。はい、ではね、ゲート処理開始。どうしようかな、こっちに置いていこうか。出来上がったやつは突っ込んでいくっていう形式で、これさ、やっぱあれだな、やっぱアルティメットニッパーにはかなわんな。うん、ちょっとだけ安いんですよね、アルティメットよりも。うん、まあね、切った感触瞬間わかる、その差が全然違う。やっぱアルティメットで言えば高いんですよね、壊れやすいし。いいんだけどすごく繊細で、刃先をとにかく使わないようにするっていうことなんでしょうね。公式にも書かれてるけど、太くごつくして、多分長さもちょっぴり伸ばさないといけないかなと思ってるんですよね。ちょっとデカールの方
見ておきますと、こんな感じ。そうですね、あ、まあ、や、あ、デカールはやっぱ新規に作られてるようです。で、うん、まあ当然でしょうけど、水転写式デカール72分の1、長軸要塞マクロス1982、1982年、ビッグウエスト。そうか、1982年だったんだね、あの頃。はい、まあやっぱどうやっても余白はありますね。ただ結構細かい字まで読めるかな。この辺はもうアウトですけど、これもアウトだけど、読めないけど、コーションマーク、まあ、まあこの辺りのこういったマークですねはそのまま使えると思います。余白が多いので、まあ余白のところをカットして、使用するのがまあベストかな。混ぜますもう混ぜちゃう、もういいや。ちょっと探すの大変かもしれないですけど、番号うんぬん書いてない、あのランナーナンバー書いてないんで混ぜちゃいます。挟み込みですね。ああ、そういえばでもここなあ、でも愛はいいわ、若干パーツ同士のこの継ぎ目になる部分ですねの状況を確認しているんですけど、まあ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 ってとこですか。表面処理台を出しておいて、で、こう、これね、10センチ四方の、の、MDF のこの100均の板があるんで、そういうやつにですね、木工用ボードで貼り付けた240番のペーパーですね。こうやって、面出しをしてやると、こうやってこするだけで、この表面にこう、不純物や、ね、突起とかね、出てる時がたまにあるんですよね。で、そういうのはやっぱ外し、きれいに研いでおいた方が役に立ちます。で、私このキューキットの芯あんまり好きじゃないんで、だいたい切っちゃいますね。これね、まあ位置合わせの時にちょっとは役には立つんですけれども、切ることが多いです。見ないけど、一応です、一応ね。継ぎ目処理的なことをしておきます。本当はこんなに早く継ぎ目処理やっても後から出てくるんで、気にする人は気にしちゃうでしょうけど、まあこのキューキットレベルだったらまあまあいいかなっていう感じかな。なんかおかしいなと思ったらこうだった。足の多分太ももの股関節部分かなになるところですね。この球体、この形状完璧。このワンパーツ、あ、ツーパーツですけれども完璧ですね。この形ほんと球体になって、球体というか円が、深円が出ててすごいな、思いますよ。あ、やっぱ面処理しててよかったな。こんな感じですね。リガードやっぱ、子供の頃あんまり感じなかったけど、今改めてこれ化け物キットかもしれない。来なかったっけ、こといいと思います。掃除しておくべきですよね。ここは見えるとこじゃないんで、多少荒いやつでやっていいと思うんですけど、結局流し込み接着剤流した時にくっついてしまうという恐ろしい現象も、そういう事故も起こりうる場所なんで、
制限かけてるんですね。だからこっちもそうなんですね。こういう感じの動き方、ここまでしか動きませんよ。そこ全部削ってやったらぐるんぐるん回っちゃうんですけど、あとまあこれだよね。ここに接着剤がいっちゃってダメになっちゃってっていう子供の頃にやった失敗。このハサミくんっていうのはな、やっぱ仕方ないですけど、そうか、逆足だからこっちが前になるんですよね。ちゃんと修正しておきましょう。これからリガードのね、片足が出来上がっておりますが、まあ、こういう感じで動いてくれます。でここも稼働します。だから下に向いては稼働するね。で足としてはこう逆足の形になってます。であとここには半球体の4分の1カット球体の足がね、ドラえもんの手のような足がここに取り付けることができます。これはね、なんていうのかな、ここは軸なんで多分接着しないっていうことになるんでしょうけど、こういう形ですね。立つんだと思うけど立ちにくいでしょうね。はい、こういう形でこういう開き具合も可能です。こういう開き具合も可能です。極めてこの1本であればね、安定性は極めて不安定ですけれどもあるっちゃありますね。でフロントのこの爪、蹄もう動くっちゃ動きます。稼働範囲はねそれなりに考えられてて、でパーツの合いはちょっと疑問な部分も少しありました。ここのとこは長いんでね、あるんですけれども、まあおおむね良好と言われる感じがします。はい、ということでこれを作っていきましょう。でこれはここにもう流し込みでちゃっちゃとくっつけちゃいます。はい、で合わせてやります。であとね、もしかしたらこれビッとこう外さなきゃいけない時もあるかもしれないんで、まあ流し込みではありますけれどもね、そこまでべっちょりじゃなくてもいいんじゃないっていうふうに思いますね。ピンチでしたね。ゲートも残ってた。逆足関節ですからね、ここに挟まります。で、最後にこれで蓋をしてやると。蓋をしてやって完成となります。長いのでワンパーツ、ツーピースにしてあるんで、歪みだと思いますね。こういうのはここの部分とここの部分、多分外に向かって反ってるんだと思うんですよ。原型の時はそれを反ってないんでしょうけれども、まあ、冷え固まる時に反るんじゃないかな。この足72はまあまあでかいですね。出来上がった後どうやって片付けようかっていうのも、まあ、問題の一つであります。この動画が良かったと思われる方はグッドボタンを、登録がまだお済みでない方はぜひとも登録、チャンネル登録よろしくお願いします。 P0 でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。